詳しい話を聞きに行くんだわん。向かったのはアメリカカリフォルニア州パームスプリングス。静かな所長、よく来たね。あ、いや、握手じゃなくてハグしてください。ようこそカリフォルニアへ。クレアモント大学院大学のポールザック教授。数ある脳内ホルモンの中でもオキシトシンに関する研究では世界的権威の先生。早速オキシトシンがなぜ愛情ホルモンと呼ばれるのか聞いてみると、それは脳内でオキシトシンが分泌されると相手との絆を強くし愛したいと思うようになるからなんです。オキシトシンの分泌量が多いカップルほど交際期間が長いという実験結果もあるくらいです。オキシトシンの分泌を促すにはムードが重要なんです。女性はそういう場所でのキスを望んでいるんです。なるほど。じゃあ日本の女性はどんな場所でのキスを